はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MU さんですね。はい、トップスの日本版を合計3つです。じゃあ一つ一つ開けていきます。今回はもう発送で特にね記載がなかったので、一応まあ間に合いますんで今日出荷します。まあ、発送待機も遠慮なく言っていただければと思います。3つだとちょっとギリギリってわけでもないかな。よいしょ、どうでしょう、時間がねある。はい、まずは125のシリアル、オルキダ。はい、ヌサさんですね、フォワード、うん、フォワードのルーキーだったら、まあ、ノルウェーね、うん、2005年生まれで、レギュラーは届きましたらご確認ください。まあ北欧のねところも多分次のワールドカップ枠が広がる、出場枠の枠が広がる、開催期間も長くなるって話ですけどね。やっぱワールドカップってなるとこう見ちゃいますよね。まあ来年ユーロがあるみたいですけど。はい、お赤パラ、赤 15? ん ?15? どっちだったっけはい、行きます。お、ルキだ。サーサーさん、ご尻、ノアサーサー、フォワードだ。おお。どこの方？デンマークの選手だ。2005年生まれ。うん。赤、モジョリフ。モジョレッド。モジョレッドリフラクター。レッドモジョリフか。はい、ご尻に来ましたね。まあ結構シリアルは本当ただのじゃんけんでしかないんで。はい、ルーキーですね、アミニさん。よいしょ、ポチルタアミニです。まあ今世界的にこうスポーツカード、まあトップさんとかパニーさんとかあるけど、まあ4000円ぐらいでこうご尻がこう引けたりとかスパフラが引けたりっていう製品ってほぼないですね。うん、この日本版ぐらいしかないんじゃないかなと思います。思いつかないですね。まずは125。はい、ホゼックさん、ホロゼックさん、うん、ちょっとわかりませんけど、120。さっきも125来てから5来ましたからね。まあ125で75が来るか150が来るかっていうのが一番確率的にはまあ箱では高いんですけど、まあそれ以下をこうねいいですね。すごいね、125赤っすよ。これなんかのインサートとかじゃないよねはい、なんかこれホロトップスマッチアタックのホログラムじゃないよねすごいな、いきますよ、せーの。おー、レオかっこいい、AC ミラノの赤。はい。おー。マジで赤リフ2連チャン聞いちゃいましたよ。はい。もうただの引きですからね。いや、すごいっすね。おー。はい。で、もうちょっとね。富安さんだ。うん、赤系が多いね。マジっすか。
アカリフ2箱連続は店長ないな、1回も。ワンワンとかは、うちのお店7連、あー、ちょっと、店長の辞書に1ページ、どっかに書いてあるんですけど、7連続か、7ボックス、いろんなジャンルね。はじめ何や、開けた、プロレスかなんか開けて、3連続ぐらい出て、この調子でなんか他の開けたらワンワン出んじゃねっつったら、なんかあのいろんなこう野球とかポッとこれ開けてみますって言ったら7箱連続ぐらいワンワン当てたお客様がいましたね。あの時みんなも、はい、ひっくり返る、はい、ドリフみたいな状態になってましたね。うん、7箱ぐらいは普通に連続で引けてましたね。あれはびっくりしましたね。いやでも店長的にアカリフっていうところ限定で見ると2箱連続は初めてですね、多分。ワンワン2連続とかは、あ、青来ました、あると思いますけど、あ、ホタテさんだ、うん、75。アカリフ2枚連続はないですね。まあスパフラ2箱連続とかってまあ難しいじゃないですかね。ちょっと待って。よいしょ。はい。125ですね。はい。デリフトさん。125。と、75の青でした。わかんないけど、まだ残りありますからね。あ、金、あ、すごいね。3枚パターンだ。で、金だ。ここであと赤引きやったけどね。まあ、うん、はい。ブキャナンさん、はい。ブキャナン、ブキャナンでね、うん。あ、すごいですね。よいしょ。で、まだ文字を、文字を出てないね。これだね。はい。デンベレさん。ですね、となりました。いやすごいですね、アカリフ2枚も。本当何回も言ってますけど、店長 PB でアカリフ2枚連続はないと思います。うん、店長の記録にまた1ページ、はい、すごいな。よいしょ。まあワンワン、まあこのプロダクトはワンワンはスーパーフラクターしかありませんけど、まあ他のブランドだとあのプレートもあって、で、ワンワンもちゃんとあってとか、で別の色違いのワンワンもあってとか、まああと、まあレギュラーカードのモジョパラしかないですけど、このプロダクトは。まあ、インサート、レリックがあったり、ダブルレリックあったり、トリプルレリックあったり、3あったり、デュアルオートあったり、トリプルオートあったりとか、はい。まあ、ね、UFC とかあの辺とかだと、いろいろこう、カードの種類がありますけど、いや、これはレギュラーカードのパラレルのみで、5尻2枚、2箱連続はすごいな。すごいですよ。うん。ねえ、おお、すげえ。はい、ということで、まあ金も引けてね、あ、すごいですね。スパフラ引けちゃうんじゃないですか、もうピピで。そんな簡単に引けない。でもまあ5シリがこうやってきましたからね。うん、なくはないよね。本当確率論的に言ったらすごい確率だと思います、うん、はい、ということでこちらでちょっとまだ山本さん来てないので梱包して出荷します。ありがとうございました。